このインターネット時代にあえて紙媒体から誕生したアイドルがお送りするトークありライブありの盛りだくさんの30分です。はい、私 MC の福田真希です。そしてはいラックユーアイドル編集部の福島由香です。はい、そしてあれラックユーアイドル広報部の柳瀬優希です。よろしくお願いします。お願いします。で、はい、ラックユー何やってんの。はい、私たちはラックユーというフリーペーパーを編集しながら活動しているアイドルです。お、はい、この番組は浜松町の文化放送1階のサテライトスタジオから公開収録でお送りします。おあ、ちょっといいですか。はい、あのね、私たちあのラックユーでね、うん、はい、あのアイドル部っていうことで活動してるんですけれども、はい、いつも衣装バラバラじゃないですか、はい、うん、ね、確かにね。この際さ、うん、同じ衣装にしたいわけ、うん、まあ、だってラックユーだよ。私と同じ衣装ですか。ということで私柳瀬優希は考えてまいりました。お、何を？ T シャツのデザインを。ちょっと見せてくださいよ。そうだね、じゃーん、ダダダン。ちょっと分かりづらいかな。あのね、こっちが福島県、あのよその出身地福島なんですよ。福島です。そうで、こっちがね、あの愛知県、あの私の出身地がね愛知県なんです。で、よすは好きな食べ物がいちご。いちごなの。だからいちごが好きだから、ちょっといちごね、ちょっとエビフリアみたいになっちゃったんだけど、いちごね、エビフリア、エビフリア。で、こっちね、あの私のね好きな食べ物餃子。餃子。そうだから、ちょっと餃子っぽくして、でなんかちょっとカルタのさ、あの札みたいな感じでちょっとラーってつけたら、散らかりすぎやから。どう無理やり合わせた感じだね。これはケンタロスみたいになってる。どうこれなかなかいいんじゃない。ちょっとセンスいいよね。私ね、なんか新しい大陸みたいになっちゃってるからね。新大陸。これはね、ちょっと私は納得いかないな、これは。って言われると思って、もう一個考えてきたんですよ。あ、ちゃんとこれは振りやったわけや。当たり前だよ。すいません、振りでした。これはね、よかった。次が、このこれ記者されるのかと思ったわ。いや、しっかり見てよ、うん、大丈夫。次が自信作です、うん、じゃーん、ラクユー。余計なさいから。これ超良くない。ちょっとさ、あのスーパー銭湯の T シャツじゃないから。そうだよ。いや、なんかいつかラクユーの取材で温泉に入りたいなっていう気持ちを込めて、うん、こういうどこゴールにしてるさ、もうさ、ラクユーアイドル部どこゴールにしてる。楽にユー入ろうぜみたいな。そう、あのね、ま、うん、どうなるかはわからないんですけれども、あの、ま、近々ね、私たち T シャツを作って、うん、あの同じ衣装でね出ようかなって思ってますんで、ね、私も考えたいよ、もう。はい、これのどっちかしかない、これ、このリバーシブルしかないの。これが一番いいんだけどね。ということで、はい、次回からですね、次回というか今後ですね、はい、ブース前にね、この屋台とかも出る予定ですので、よかったら放送でしか見てないよっていう方は、このね、ブース前に来てもらったらと思っております。はい、お願いします。ということで、それでは今夜もペーパーアイドル発行します。この番組はサンスポ PS リポートラクユの提供でお送りします。このコーナーに参りましょう。エージェントラックユー。はい、このコーナーはですね、編集アイドルであるラックユーアイドル部が番組にゲストに来てほしいアイドルを自ら選出、ブッキング、交渉を行うというこの体当たり企画になっております。はい、ということで今回はどなたに交渉に行ってきたんでしょう。今回はですね、なんと今回はイケてるハツさんに交渉に行ってきました。一瞬田村正和さんなんで考えたかちょっとよくわからないんですけど、はい、いやでもね、はい、もうね、本当汗と涙の結晶、その模様をね VTR で皆さんにお届けしたいと思います。はい、それでは VTR スタート。はい、ということでですね、本日は見てください、ここ、これこちら、イケてるハツ
屋の前にただいま、はい、私たちが来ております。到着しました。はい。じゃあちょっと頑張って交渉していきたいと思います。はい、よし。では行きます。よっ。んですけど、ちょっと今日は皆さんにとある出演交渉をしたくてやってきました、はい、あの文化放送でやっております、はい、私たちラックユアイドル部のペーパーアイドルっていう番組がありまして、ぜひイケてるハーツさんに出演してもらいたいなと思ってきました。嘘でしょ、僕が NHK の初めてですね、出てくれる方、出たい人、やりましたでしょ、はい、私たちっていうことで、あんな美少女たちを口説き落としましたよ。結構なんかすんなりいけましたね。しかもね、あの短時間であの美少女8人を口説き落としたんだからね。いや、あのナンパ師って呼んでから、ナンパ師ってそのスキルじゃないから、全然ね、もう素直な メンバーさんがみんな素直で優しかったんで、皆さん早速お迎えいたしましょう、はい、本日のゲスト、イケてるハーツの皆さんです。ちょっともうお腹冷やしちゃダメ、ママ心配、ね、ちょっと脱ぎたということで、本日お越しいただいたイケてるハーツさんは2014年にアフィリアサーガさんを筆頭としたアイドル専門レーベルスタンドアップレコーズの新プロジェクトオーディションに合格したメンバーで構成された研修生ユニットスタンドアップハーツとして活動をスタートさせまして、さまざまな活動を経て昨年12月にユニット名をイケてるハーツに改名、今年の2月10日にファーストシングル「レッツスタンドアップ」にてメジャーデビューを果たした8人組のアイドルユニットです。今日はその中から3名にお越しいただいています。じゃあ早速1人ずつ自己紹介の方お願いします。はい、イケてるハーツのリーダーやらせていただいております。ゆゆしむこと新田ゆゆです。ゆゆしむ。はい、イケてるハーツの愛されバカおちちゃんことおちかりんです。よろしくお願いします。おちちゃん。はい、ハーツの末っ子、みんなの心に虹をかけます、虹ちゃんことにじかです。よろしくお願いします。すごい、ありがとうございます。ね、レスポンスをいただきました。ありがとうございます。ちょっといいですか、めっちゃ若くないですか、何歳ですか皆さん。ですね、私は15歳です。15歳、はい、中学3年生です。中学3年生、はい、娘やんもいや私も2番目に若いです。何歳か。18歳です。わ、高校生です。ピチピチ、いい年頃だよ。どうですか、聞いて、ゆゆしむ、ちょっとあのそれ聞いたらあの石になっちゃうかもしれないので、固まっちゃうので放送事故になっちゃうので、放送事故になる、はい、33とかそういう感じ。いや、そこまでは、ね、せめてもうちょっと下に言ってください。私ね、38って言われるから大丈夫。大丈夫、絶対嘘ですよ、それ。ちょっと苦労人感が出てしまって、めちゃくちゃ楽屋で私服見たんですけど、めっちゃセクシーな、ね、お姉さんみたいな感じだったんで。そうなんですよね、やっぱね、私もイケてるハーツさんでしょ、本当にもうみんな上手いんだから。6月に CD を発売されたんですよね。そうなんですよ、6月の29日に私たちセカンドシングルのね、世界へ羽ばたけっていう曲をリリースさせていただきまして、衣装にほら羽が後ろに見えるんですよ、背中にね、ちょっと見せてあげてください。見えるかな、かわいい、かわいいですか、いいな、かわいいんですよ。オリコン8位おめでとうございます。ありがとうございます。一緒にやるなってもう幸せ。VTR にもありましたけど、はい、ちょっとね、突然おばさん2人が押しかけてすいませんでした。どうでした、おばさん2人が急に楽屋に、ね、でも、しかも定期公演だったじゃないですか、あの日、うん、私結構めっちゃ緊張してる時間だったんで、いっちゃんやばい時間に行っちゃった、びっくりしたんですけど、しかも本番の30分とか1時間前ぐらいだったんで、ギリギリだったんで、でも出演させていただけるって聞いてすごい嬉しかったです。あ
ね。ラクユちゃんってすごいカラオケでもねすごい、そうなんです、置いてあります、置いてあって、あのしかも私結構好きなアイドルさんとか多いので、うん、あの見てたんですよ。だからそれの方が来たって思ってすごい嬉しかったよね。嬉しかった。でもイケてるハーツさんラクユにあの掲載今年もさせてもらってたので、そうなんです、私も持ってますよ。あ、持ってますか。カラオケの鉄人さんでゲットしてきましたから。嬉しい話がいっぱい、ね、ラクユそこら中にありますよね。もしかしたら今後もね、はい、イケてるハーツさんまたね、そのままね乗ってくださるかもしれないからね。お願いします。あのイケてるハーツさんはアフィリアサーガさんの妹分なんですね。そうなんですよ。アフィリアグループのテンポに所属してるメンバーさんもいらっしゃる、はい、ということなんですけど、はい、今日ここに来てるのは私だけなんですけど、あとメンバーが8人中5人が、はい、あのメンバーテンポに所属してまして、はい、あの上野だったり池袋だったり、はい、あのね、アフィリアのそれぞれのお店に、うんうん、あの所属してまして、そこに来るとあのお客さんのことを先輩というふうにお呼びして、私たちは、まあ、後輩っていう、どこどういうどこっていうこの設定というか、魔法学院ですね。魔法学院、じゃあ私もそこ入学できるってことですね。できる、できます。したクラスカードを作れるんですよ。マキちゃん無理じゃない。いや別に何わかんねん。いいやろ。無理かな。え、じゃあじゃあじゃあ、魔法学校っていうことはなんかちょっと呪文みたいなのもあるっていうことですか。うん、ありますね。やっちゃいなよ。ありますね。やっちゃいなよ。アフィリリルーってやつがある。やばい、ルーされた、ルーされた、どうしよう、ルーされた。楽屋でやられたら多分オール無視ですよね。あ、そういう感じになりますよね。ということでここでですね、あの、はい、リスナーさんからもメールが届いてますので、ありがとうございます。ラジオネーム、うん、扇風機亭ファンファンさんからいただきました。ありがとうございます。なかなかのセンス、ね。皆さんこんばんは。こんばんは。イケてるハーツさんに質問です。はい、おちちゃんとにじかちゃんは結婚間近と言われるほど仲がいいそうですが、ゆうゆちゃんは横で見ていてどう思いますか。第三者の意見が。それさ、あのにじかうちの最年少なんですけど、はい、それにじかが勝手に言ってるだけでしょ。いやでも、ね、でもおちちゃんもよく LINE してくるし、やっぱ私のこと好きなんだなっていつも思うんで、まあ、どういうところが好きですか。結婚間近かな、おちちゃんの全部全部。あれでもちょ、もうちょっと中身言ってもうちょっと中身言って優しいところです。私の良さを伝えて。なんかね、ね、今さ楽屋でさ、あのユナのユノちゃんっていう一番ちっちゃいメンバーがいるんですけど、はいはい、その子もね仲良しだからちょっとジェラシーをね、あ、なるほど、ね、するので、渦巻いてんねや。ね、そうでも私今日ちょっと思ったんですけど、うん、朝からちょっとニジカが私に冷たくて。いやいやいや、そんなことないよ。冷たいんですよ。反抗期、反抗期。そう、朝からあのそのメンバーのユラのユノちゃんとずっと二人でいるから、私後ろで一人で歩いてて今日とか、うん、あら、どういうことに。どういうこと。でもたまにマナミって、あのマナミカズネちゃんっていうメンバーがいるんですけど、うん、たまにマナミとすごいラブラブするから、うん、あ、そうですね、昨日マナさんとチャオベラさんというね、チャオベラチンクエッティさんのライブ行ってましたから。やっぱね、共通の趣味があるとね、行っちゃうんだよ。そういうのもあるんです、うん、もうどうでもいい。仲いいってことだけ。そうね、かわいいなみたいな。仲いいってことだけ分かりました。出ちゃいますね。はい、ということで、皆さんたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございます。ではですね、皆さんからのメールをお待ちしております。はい、宛先はエンディングでお確かめください。さあ、この後は MC を柳瀬さんにお任せしまして、はい、イケてるハーツの皆さんとコーナーをお送りします。お楽しみに。イケてるハーツ世界へ羽ばたけ発売。ラクユのペーパーアイドル。はい、ここからは福田さんに代わって私柳瀬優希が MC を務めさせていただきます。そして本日はあのアイドル専門家のゆず先生にお越しいただいております。皆さんこんにちは。アイドル大学
アイドル学部のゆすだです。ちょっと何すかゆすだ。すいません、あの2週間前まで普通にあのゆすだったのに、なんで急にゆすださん。ゆすだって呼んでください。何なのかちょっとよくわかんないですけど、でも今日ねゆすだ先生ですか。はい、ここからは私ゆすだがイケてるハーツさんについてさらに詳しく詳しくお話を皆さんに紹介していきたいと思っております。ゆすだ先生はすごいアイドルに詳しいんですよ、はい、そうなんです。アイドル性で一番です、はい、じゃあ先生お願いします。はい、はい、いきますよ。ゆすのアイドルリポートよこちらではですね、アイドル専門家のゆすだ先生が、ゆすだ先生がね、うん、独自の調査で収集した情報をもとにゲストさんにお話を聞いていくコーナーでございます。さあ先生準備はいいですか。大丈夫です。早速一つ目の情報紹介お願いします。はい、じゃじゃん。お、アイドルなのにアスリート並みの体作り。え、誰誰。あ、これはこちらは、これはこちらはですね、ゆうゆうさん、私ですね、はいはい、こちらなんですけど、はいはいはい、最近のゆうゆうちゃんは、うん、食事のたびに糖質制限っていうのをやってるんですよ。そうですね、はい、ツイッターではその徹底ぶりがかなりの話題になってるんですよ。え、糖質制限って具体的にどんな感じで制限するんですか。あの今流行り の, あの ライザップさんとかあるじゃないですか。それのなんか動画を見て、はい、あのやりたいなと思って、まあ、具体的には私のチャームポイントはくびれって言ってるんですけど、あのちょっと前までもうこれはチャームポイントくびれって言ってはいけないかもしれないみたいな危機になってしまって、これはいかんと思って何かしないとって思って始めたのが糖質制限で、まあ、具体的にはそのダイエットってもカロリーを抑えるとかあるじゃないですか。そうじゃなくて糖分を抑えていくっていう、そう、例えばご飯とか麺にあのすごい糖質が入ってるので、はいはい、それを食べないようにするっていう、具体的には糖分が含まれる食べ物を食べないようにするっていうのが糖質制限ですね。お餅とかダメなんですか。お餅はダメですね。スパゲッティとかダメです。え、じゃあピザダメです。あ、餃子全然ダメ。え、じゃあ、え、あと、あ、じゃあケバブケバブもあの小麦粉使ってるのでダメなんですよ。小麦粉ダメなの。はい。え、じゃあ全然何も食べれないじゃない。いやいやいや、それが結構食べれるんですよ。え、じゃあ逆に食べれるものって何ですか。お肉、お魚、うん、あ、卵、チーズとか海藻とか、いいですか。もう野菜も大丈夫。チーズはあの脂肪分はあるんですけど、糖分は実は糖分で言うと本当に 0.2g とか全然入ってなくて、その1日に 50g までに抑えようっていう糖質制限なんですよ。でもそんな結局制限してても、はい、なんか食べたくなっちゃうじゃない。なりますね、なります。そんなできないでしょ。そんなでも結構最近、ね、意味はあるんですよ。いやでもね、あの私さっき見たんですけど、はい、ハーツって結構あのお弁当がっつり楽屋とかで食べてるんですよ。可愛いもん全然食べないんですけど、シムさんさっき野菜スティック食べてましたから。いやすごい、すごくないですか。みずこさんもさっきトマト食べてましたよね。トマト食べて、私トマト大好きなんですけど、でもご飯は我慢できないです。我慢できないで、本当に可愛い。大きくなるんだよ、もっといっぱい食べてね。そのキャラどうしちゃったのかな。ねえねえ、ちょっと先生次お願いします。次に、じゃあしっかり準備してください先生。次に振るかわからないですからね。怖い、はい、次に行きたいと思います。じゃじゃん。 SNS は国際的すぎるアイドル。はい、SNS はね、まあ、こちら気になるでしょ。こちらですね、うん、おちちゃんなんですけれども、あとスピードラーニングっていうの皆さん知ってますか。知ってますか。あの話題のね、はい、こちらの新しいテキストが届いたということで、はいはい、おちちゃんはフランス語を勉強してるんですよ。でさらにそのフランス語ってアクセントがすごいこういろいろあるんですよ、はい、アクセントがね、で、うん、アクセントがいろいろありまして、アクセントですね、はい、あ、アクセントがね、はい、でわざわざそのキーボードあるじゃないですか、スマートフォンかな、うん、スマートフォン、そう、それのキーボードをフランス語のアクセントに変えて、変えてはないんですよ、ちょっとあれ変えてはないんですけど、うんうんうん、あのフラ日本語のやっぱキーボードってフランス語とちょっと違くて、日本の日本というか英語の ABC とかとあの言葉は一緒なんですけど、上にちっちゃいチョンとか点とかがついてるんですよ。あ、E とかにも点がついてるんですよ。いやでもなんか言われたら分かると思うんですけど、そういう点が
がついてて、はいはいはい、あれキーボードにないぞと思ってちょっと辞書登録して C って入れたらそのフランス語の C が出てくるようにとか設定してしてまして、ちなみにちょっとフランス語で自己紹介みたいな、ちょっと一言だけ一言だけ、あの発音とか本当ぐちゃぐちゃですけど、はい、アンシャンテーボジュージュマペールカリンあぐらいですけど、今なんて言ったんですか、今なんて言ったんですか、はじめましておちかりあかりんですみたいな、よろしくお願いしますみたいな感じで言いました、ちょっと安田先生、あなたアイドル詳しいんでしょ、ちょっとフランス語喋ってみなさいよ。シュシュシュユスラフランス語っぽいですよ今の。あ、本当ですか。フランス語って結構はっきり喋るというよりはゴニ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 って喋る感じなんですよ。あ、じゃあ結構いけますね私。始まりも結構丸く喋って最後も丸くふわふわふわって、だから私もスピードランニングでやってるんですけど、はいはい、聞き取るまでにすごい時間かかりました。じゃあ今度教えてもらいたい。じゃあ教えに行きますね。来てくれるじゃん。連絡先さえ教えていただければ教えます。この人本当来ないから。なんでそういうこと言うの、なんでそういうこと言うの、絶対来ないから。あの仲悪いんですか。仲悪い。ちなみにお二人は外国語とかなんか話せます。それが私よりちょっと新田さんの方がすごいんですよ。中国語が得意なんですよ。なんだって。すごいんですよ。なんだって。じゃあちょっと中国語でなんか喋っていただいてよろしいですか。あ、大家好、今天我来 A&G 很高兴。はい、私ね、大学で中国語の専攻してたんですよ。そのなんか中国人の先生と発音そっくりだったの。あれ違うのよね、ニーハオ怒られるね。ニーハオって普通に言うと怒られる、ニーハオ。怒られるんですよね、あれね。そうそう、厳しいですからね、中国の方。中国語も教えてもらいたい。友達あるよ。中国の方が話したら日本語ですか。あなたのキャラ連想してるのかな。さあ、じゃあ次の行きましょう。はい、はい、続いていっちゃいますよ。じゃじゃん。お、夏休みの目標が割と雑。誰だこれは、はい、誰だこれはですね、ご存知にじかちゃんのことなんですけど、はい、私あの証拠の画像をちょっと目標を書いてる証拠のテキストの画像を入手したので、ちょっとね皆さんに見えるかな、ちょっと見せたいと思います。ね、これなんですけど、これ見えるかな。懐かしすぎるよ。夏休みの目標っていうことで ね、 そう、にじかちゃんが書いたのはこちら、はい、生活面が家庭的女子になるキラキラ。そして学習面は頑張る、よし頑張れと、かなり誰に対して励ましてんの。他人事なんですよこれ。かなりのちょっとこれはなんかちょっと開き直っちゃってる感じだよね。ちなみにこれは学校に提出する用だったんですか。そうです、あのなんか夏休みのそのしおりみたいなのが配られて、その中になんかその予定を立てるみたいなやつの一番上の目標のところに書いた。これ先生に怒られなかったんですか。これギリギリ大丈夫。これギリギリのでも、はいはい、あの周りの友達にもそれはダメだろうって言われました。ちなみになんか家庭的女子って書いてあるんですけど、ちょっとこれはなんか最近ちょっと料理作ってみたいなと思い出して、うん、なんか朝ごはんとか自分で作ろうかなと思って書きました。で実際は、あ、こないだスクランブルエッグ作る。かわいい。30秒です。かわいい。ちょっとずつね、重ねて上手になってくるんですね。はい、はい、ということですね、まだまだね、はい、お話聞きたいんですけれども、残念ながらお時間となってしまいました。それではここでイケてるハーツさんのライブの模様をご覧いただきたいと思います。曲紹介お願いします。はい、それでは皆さんご覧ください。イケてるハーツでハッピーエンド。イケてるハーツさんにはこの後もお付き合いいただきます。Yeah.
この番組はサンスポ PS リポートラックユの提供でお送りしました。さあ早いものでラックユアイドル部のペーパーアイドル、そろそろお時間となってしまいました。イケてるハーツさんからあのお知らせなどあればどうぞ。はい、私たちイケてるハーツですね、はい、毎月定期公演をやらせていただいてるんですけれども、今月は8月の23日火曜日に、はい、秋葉カルチャーズ劇場で行いますので、こちらよろしくお願いします。お願いします。そしてですね、はい、あの私たちの結成2周年のライブが、はい、9月の7日、はい、7日水曜日に渋谷デュオさんで行いますので、こちらねぜひぜひ来ていただきたいと思います。取材に行きます。本当ですか？ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ラックユからはお知らせなどありますか？はい、私福島ゆか10月16日日曜日に渋谷オーネストでワンマンライブを開催します。はい、手売りのチケットも販売中、 E プラスでもチケット受け付けておりますので、皆さん遊びに来てください。はい、そして私柳瀬ゆきですね、 SIR と、ソロアニソンシンガー目指して、ソロライブしてるんですけれども、ソロライブ自体次は8月の11日、初台ドアーズでございますので、ぜひぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。はい、さて番組では皆様からのメールを大募集しています。SIR 宛て、ラック宛て、どちらも同じアドレスで、すべて小文字で、はい、paper@joqr.net、paper@joqr.net です。番組へのご意見、ご感想、SIR、ラックアイドル部への質問など、何でもお待ちしております。来週のこの番組は SIR のチームヤングから佐々木理恵、葉月、桜井咲、横屋敷、有沙がお送りします。そしてゲストに劇団ドリームクラブの皆さんが来ていただきます。ラックユーは来週はお休みです。はい、進行は私福田真希です。そしてこの番組は毎週公開収録でお届けしています。収録は毎週水曜日の午後7時から東京浜松町文化放送1階のサテライトプラス広場にて行います。次回は8月17日です。出演はラックユーアイドル部と、ゲストにまなみのりささんがいらっしゃいます。行ってきたんですね。ということは、はい、収録後にはライブもありますので、皆さんぜひ文化放送に遊びに来てください。またこの番組は YouTube でアーカイブを公開していますので、はい、ね、あの見逃しちゃった人とかはペーパーアイドルの公式サイトから飛んでください、はい、ということで今日はですね、イケてるハーツさん、どうでしたか？はい、今日ですね、はい、なんか結構あのいろいろ番組とか出させていただくんですけど、はい、今日はもう可愛いネオさん方に、ありがとうございます。もうすごい仲良しやいやいとみんなで食べてくださいほんと楽しかったです。ありがとうございます。来てください。はい、ということで本日のお相手は福田真希と福島ゆかと柳瀬ゆうきとイケてるハーツの新田ゆうゆとおちかりんとみじかでした。